間違えたー今からエタノールをこの入れていきたい。間違えたやばいね、シャドウする結構パニックったね。はい、よくできてさ、うん、OK。 じゃあ今起こったこと説明してくれる？今起きたことは、うん、エタノールを入れて、うん、火のついたところに近づけた、ね、継ぎ足そうとしました、うん、で近づけて、うん、エタノールを出したら、うん、引火して、燃え上がりました、うん、でそしたらピペットの先にも火がついて、うん、で慌てて、うんうん、中身を全部出しちゃいました、うん、で中身全部出しちゃってここも全体盛り上がっちゃった、うん、盛り上がっちゃったのね、うん、燃え上がりましたで燃え上がって、うん、でも、うん、こういう時は安心してください。安心してくださいか、うん、はいはい、いいよいいよ、うん、濡れた、ね、濡れ雑巾をかぶしてあげると、うん、火は消えます、はい、じゃあ大切なことは何ですか？まあ要は、うん、まず火のついたところに、うん、引火性のものを、うん、引火性のものを無水エタノールとか、うんうん、そういう引火性のものを、うん、継ぎ足さないでください。はい、それからで、もし引火した場合は落ち着いて濡れ雑巾をかけてあげてください、うん、まあ用意しておくってことで、ね、用意してかけてあげてください。はい、はい、よくわかりました。ありがとうございました。